おはようございます。高蔵でございます。朝方ちょっとパラーっと雨が落ちてきました。今のところは雨は上がってはおります。いや、今日はインテグラさんで動画を撮っております。久しぶりのインテグラさんでございますね。私もまだですねインテグラ動かすのは本当久しぶりで、久しぶりっつってもあれか、2週間前に動画は撮ってないんですが、インテグラさんの方は、動かしました。その時はですね、会社の新しく入った新入社員ちゃんをですね、ちょっと連れて千葉県ちょっと案内してあげようかなと思いましてね、それでちょっとインテグラ出しまして2人でねドライブ楽しんだのかな、それ以来ですね、それが3週間前かな、もう全然こう天気も今まで悪くて、関東ようやく今日か明日かには梅雨明けだという話らしいんですがね。いや、今年は本当雨がよう降りました。お野菜なんかもだいぶ値段が2倍3倍とかね値上がっちゃって、このね日照不足で本当の令和に入ってから、なんだかいいことがあんまり起きてないような気がいたしますね。いや、久しぶりにインテスラ動かしてますとですね、やっぱりですねクラッチ重いですねワークスさんが軽すぎるだけなのかなそんなことはないのかなこの重みが適度な重みで、私はまあ最初はちょっと疲れるなぁなんて思ったんですがね、もう何回かこう運転するようになりますとね、これがだんだん心地いい重みになってきます逆にワークスの軽さの方がちょっと物足りないぐらいになってきますね。いや、これでも今日なんか晴れないんじゃないかこれ天気予報ですと晴れになってたんですがね、曇りのち、なんか晴れそうな感じは全然ないんですけどもね、晴れるのか最近天気予報がね当てにならんのでね、晴れたら晴れたで、ああよかったねと、いった感じでしょうかね。いや、セミも全然ね、ようやくちらほらとセミの鳴き声が聞こえてきたぐらいで、やっぱ今年は、ちょっとね夏本番っていう感じ、もうまだこれからってことで、いやー、これ動画撮ってるのが土曜日なんですが、昨日金曜日はですね、まだ会社午前中出勤しまして、午後解散ということでですね、いやー、もう前の出した動画でもちょろっと言いましたが、腰の方がまだね痛みがありましてね、そんなもんで、これはちょっと車のリフレッシュもよくやるんですが己自身のリフレッシュも必要だという判断でね、ほのかの湯っていう、もう入浴施設に行ってきました。そこで昼ついて、のんびりですね、
まあ、風呂入りまして、岩盤浴やりましてね、で、マッサージを受けましてね、それで、いくらかは、だいぶ腰、楽になりました、やはりね。まあ、一過性のものなのでね、また、痛みは出てくると思いますがね。いやー、でも本当ね、随分、リフレッシュできました。まあ、またね、でもあれか、もう8月入りましたら、もう、最初の週、乗り切れば、もうまた長期休暇に入ってしまいますので。なんかもう休みが多くて、曜日感覚、狂ってきちゃいますな、ほんと。休みが少ない時はね、休みくれなんて思うんですけどね、休みが多い時なんかね、仕事してなって思っちゃうって、こう、人間のね、このわがままな部分が出てきてしまいますが。ちょっとな、休業日いらないんだよな、あれな。仕事は普通にあるのにね、休業日しちゃうっていうね。なんだ、助成金だかなんだかが欲しいだけなんでしょうな、あれな。普通に稼働させるよりはもらえますからな。また小連れやな。それのおかげでもう日々だいぶ仕事を詰められましてね、きついんですよね、ほんと。大した仕事もないのに。ほんといい迷惑ですわ。とまあね、ぼやいてても、しゃあないのでね、まあまあやるしかないんですが。いやー、快適快適。快適でございます。気持ちがいいでございますよ。サスペンションも、まあ、インテグラさんですけどね、サスペンションタイヤリフレッシュしてね、ドライブがだいぶね、こう良くなりましたか。あとは不満な点は、まあ、ブレーキですな。やっぱな、早く買いたいっすね。なかなかこのよし次やろうかななんて思ってると、今度ワークスの方のちょっとな、リフレッシュしたいところ出てきちゃいましてね。ワークスの方のホイールとタイヤをねちょっと変えたんですがね、それやらなければまあブレーキの方ちょっと新調できたんですが、まあまあのんびりやっていきましょう。いや、朝早いんですよね、これね。今7時なんですけどね。まあ早いって、まあ休日なんでね、もっとゆっくり寝てたいんですけどもね。今日はですね、やっぱりね、このインテさん動かして、今日はですね、斉藤さんとね、ドライブしようかなと。ドライブして、まあちょっとラーメン食べて、で、釣りでもしようじゃねえかということでですね、まあ堤防で、ゴンブク釣りですかね、まあ、ちょっとのんびりやるか、なんつってね、久しぶりの釣りですよ。半年ぶりぐらいかな。久しぶりなもんでね、リールとロッドとちょっとね、出して、点検しましてね、使えるかどうかね、まあ、使えるんですけどもね、久しぶりにリールとロッド触ったなーなんてね、昨日思いましたよ。やっぱね、こう何かこうイベントをやるっていう前の日はなんかワクワクしてすぐ寝れないもんですよね。もうなんか布団入りましてすぐは寝れない、なんかワクワクドキドキなんかしてたな。で、傷がついたらもうほとんど寝てましたな。
さあ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 、それではですね、今日お話ししたいことは、全部おしゃべりしました。じゃあ動画の方はですね、今日はちょっとこの辺で、終わりにしたいと思います。